はい、PC スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、前回の動画の続きにはなるんですけど、前回 R5 を買います宣言みたいな動画をアップさせてもらったんですけど、今日はその撮影日と同じ日なんですけど、今日キヤノンのねサロンに行っていろんな RF レンズをね触らせてもらってきました。なんでそこら辺のざっくりとしたね感想を今日はお話ししていこうと思いますので、興味ある方は見ていってください。現状ねボディが、EOS R しかないので R につけて、いろいろ試してみました。ゆくゆくはね R5 でつけたいんですけど、興味あるレンズしかね使ってないんですけど、まあ一個ずつお話ししていきます。まず RF2470 の F28 ですね。このレンズは、標準ズームの28のレンズですね。まあありきたりなんですけど、 AF はすごい速くて描写も良かったです。 IS もね載ってるので、日の打ちどころのない標準ズームレンズになってるんじゃないかなと感じましたね。サロン内だったんでがっつり使えてはないんですけど、まあ買ってね間違いない一本だと思います。で、すごいデザインもすっきりしてて、ただ一つ思ったのが広角レンズがあるんですよね。広角 RF の1535の F28 の IS っていうね、広角の28同士のズームがあるんですけど、それとね結構ねデザイン似てたんですよね。すっきりとしたデザインにはなってたんですけど、そこら辺がかなりサイズ感もすごい似てて、なんかもし両方のレンズ買う人がいたら、多分カメラバッグから取り出す時にね間違えるんちゃうかって思うぐらい結構似てるデザインだったんですよね。そこら辺もうちょっとデザインの差つけたらよかったんちゃうかなって個人的には思いました。今撮影で使ってます EF マウントの2470なんですけど、現状仕事でね一番使うレンズなんですよね。すごい描写も良くて逆光耐性もねすごい高いんですよね。結構意地悪な状況で逆光で撮っても色のりしっかり乗せてくれる素晴らしいレンズです。ただズーム広角側かな、 24mm、28mm あたりぐらいで開放でね撮影するとちょっとね樽型収差があります。あと周辺原稿が起こります。個人的にはねいやらしくない周辺原稿なんで、そこら辺は全然気にせず使ってますし、あとライトルームでレンズ補正をかければそこら辺も綺麗になるので、特にね問題なく扱えてるんですけど、この RF の2470に関してはゆくゆくは買っていこうかなと思います。現状はね EF のまま使っていこうとは思うんですけど、 IS 付きもねすごい魅力なんですけど、 R5 に関してはボディ内手ブレ補正がついてるので、ダブルで使えるとね効果めちゃくちゃ発揮するらしいんですけど、まあそこら辺は取り急ぎはボディ内手ブレ補正で十分かなと思ってます。 EF レンズに関してはマウントアダプターですね、何でしたっけ、コントロールリングだ、コントロールリングがついてるマウントアダプターを使って EF の2470使おうかなと思ってます。 RF の2470なんですけど、大きさ最大径が 88.5mm×125.7mm になってます。重さが 900g、 EF の2470よりもちょっと重たいんですよね。 IS がついてるっていうのも多分あるとは思うんですけど、価格 .com で24万円ぐらいで、今販売されてます。はい、続きまして RF2870 の F2 ですね。バケモンレンズですね。はい、ズームなのに単焦点並みに明るいっていうねレンズなんですけど、で撮らせてもらったらねやっぱねボケ君はすごい綺麗ですね。通しで28でもねグッと寄ったら背景ねすごいいい感じにボケてましたね。そこら辺はねすごいさすがになって思うんですけど、果たして買うかどうかって言ったら自分は買いません。なぜかというと単焦点でねもっと明るいレンズあるんですよね。50の F1.2 とか85の F1.2 とかあるんで、自分やったらもうそっちの明るい単玉買っていこうと思ってるので、自分はちょっとないかなと思ってます。何せねそんだけのスペックのレンズなんででかくて重たいんですよね。なんかもう1本でもう70-200と同じぐらいの重量感があるので、ちょっとねオーバースペックというかでかすぎるかなっていう風に感じました。多分ねカメラバッグ入れるにもね多分それ専用のスペースが結構ねどでかく必要になってくると思うので、ちょっと使い勝手は難しいとか悪そうな感じはしますね。やっぱり自分は2470、さっき言った RF の2470とあと単玉の50と85ぐらいな感じで欲しいかなと思ってます。ちなみに値段が28701本で 33.5 万円なんですよね。なので結構高いんですけど、まあそれ1本でズームで単焦点何本も持ってるっていう風に考えたらどうなんですかね、割安なんかな、よう分からんですけどね。でちなみに2470が25万で50の単で24万なんで、2つ合わせたら50万するんで、それと比べると2870の F21 本だけで買った方が安くはつくんですけど、ちょっとそこら辺はなんかなんていうんですか、オールインワンにしてはちょっと中途半端なレンズかなっていう風に思います。
。ちなみにね2470に関してはボケ味、ボケの美しさに関しては求めますけど、ボケ感に関してはね2470に関しては求めてないです。ボケ感欲しかったらね85の単レンズね使っちまえばねいいと思っているので、個人的には2470に関してのボケ感はいらんかなって思っています。自分はねそこら辺使い分けたいので2470と50と85の単を買おうかなとは思ってます。ボケ感一つ取ったらやっぱ単焦点の方が絶対いいと思うので、自分はちょっと2870はないかなと思ってます。でねこれちょっとね心配だったのが、これ多分三脚座ついてないと思うんですけど、もしね三脚座がついてなかったらこのレンズをつけて、じゃあ R ね EOS R に2870をつけてボディ側にね三脚据えるってなった場合、マウントが大丈夫かなって心配になりますね。マウントの強度がねそこら辺担保されてるのかどうかっていうところがちょっと心配ではあります。まあそこら辺キャノンさんなんでね大丈夫やと思うんですけど、それがね気になるぐらいの重量感ではあります。でスペックが一番太いところで 103.8mm で、高さが 139.8mm なんで超ド級な標準ズームレンズになってます。重さが 1430g なんで、さっきのね2470と比べたら 500g ぐらい重たいんですね。結構ね重たいと思いますね。多分ずっとね持ってられないんじゃないかなっていうぐらいの重さになってると思います。で値段が 33.5 万円ですね。じゃあ続きまして RF85mm の F1.2 ですね。これはね自分もちょっと狙ってるんですけど、85の F1.2 に関しては2本出てるんですよね。そのシンプルなやつと、あと DS 付き、任天堂じゃなくて DS っていうのはディフォーカススムージングっていうタイプの 85mm も出してるんですけど、それはちょっとね後でお話しするとして、 DS なしの方からお話しします。 EF の85の F1.2 ですね。これ自分が愛用してる F1.2 の2型、これとね取り比べてみたらやっぱりね AF は RF の85の F1.2 の方が早かったですね。であと静かだったですね。あのフォーカシングがねすごい静かでしたね。これでもねマウントアダプターつけてでテストさせてもらったんですけど、やっぱりねちょっとズームがねズーっていう音になるんですね。こういう聞こえます、こういう音がねなるんで、そこら辺はね RF レンズの方が静かでしたね。動画撮影する人にも多分向いてるんじゃないですかね RF システムはね。これやっぱりちょっとあの撮影中にガチャガチャってなるんで、ここら辺はいただけないかなと思います。あちなみに今撮影してる EF の2470もズーム音がねあの結構ガチャガチャするので、それに比べたら多分 RF の方が静寂だと思います。でちなみにね 85mm は単焦点ではね今現状仕事で一番使うレンズになってます。で一番撮影回数が多いのは EF の2470ですね。今撮影でも使ってるレンズではあるんですけど、それが一番使ってるレンズではあるんですけど、単焦点の中ではこの 85mm の F1.2 の2型、これを現状、めちゃくちゃ使ってます。でこの 85mm の F1.2 の2型はでかくて重くて、でオートフォーカスが遅いっていうのでねすごい有名なレンズではあるんですけど、それをね全部覆すほどのね描写力があって、ポートレートレンズの王様みたいな感じで言われてたりとかするんですよね。それぐらい人の撮影には向いてるレンズではあります。 AF は遅いですけどね。だからそこら辺の AF に関してはその RF の方に軍配が上がると思うので、より人物の撮影に適したレンズになってるんじゃないかなと思います。速度もあって精度も多分高いでしょうし、あと静かっていうのがポートレートレンズレンズとしてはもってこいなレンズだと思います。デメリットがねもうこの EF レンズ、 EF の F1.2 よりもさらにねもう一回りでかいんですよね。この子はね結構デブって言われるデブレンズってよく言われてたんですけど、これの太さにさらにこう高さを足したようなサイズ感になってるんですよね RF は。なんでねそこら辺はねちょっとネックはネックかなと思いますね。もう本気の RF レンズはねもう総じてねでかいですね。でかいし重たい。もうせっかくのそのミラーレスの特性としてねボディはちっちゃく作れるはずなのに、レンズ側が全然もうそれに合ってないようなデカさで来てるので、カメラバッグとかねやっぱり大きめのカメラバッグがね必要になってくると思いますね。サイズなんですけど最大径が 103.2mm で高さがね 117.3mm になってます。だからこのレンズよりももう一回り直径が太くて、で3センチほど高いですね。3センチなのもうこれぐらいか。結構でかいですよね。これでもねでかいって思うんですけど、さらにでかいレンズになってるということですね。値段が 29.8 万ですね。で続きましてそのさっき言ってた DS ですね。 RF85mm の F1.2 の DS っていうのは、デフォーカススムージング
ていう意味があるんですけど、どういうことかっていうと、夜景の撮影してて、で背景に LED とか入ってたら、 LED をぼかして撮影したら結構円形のボケができますよね。絞りバネの形をした円形ボケができますよね。円形ボケの縁がぼやけるっていう特性を持ってるんですよね。レンズのコーティングによってそういう効果が得られるみたいなんですけど、まあ、そういう特徴があります。これね、好みの問題だと思うんですね。さっき言ってたその DS なしの方と DS ありの方なんですけど、完全に表現方法が違うだけで、円形ボケをしっかりくっきり出したいのか、円形ボケをぼかしたいのかっていう違いになってくるので、ここら辺はね完全に好みだと思うんですよね。今日触ってみた正直な感想なんですけど、 DS ねいらないなと感じました。これね、触るまでは DS の方がええんかなと思って、こっちの方を買おうかなとは思ってたんですけど、触ってみたらねちょっとちゃうなって感じました。別にいらんなって思っちゃいました。効果自体も絞りをね開放気味で使わないと効果がねわからないってキャノンのねお姉さん言ってはって、そうかと思って、なんかそこまでその円形までねぼかしたいかって言われたら別にええかなと思ったんで、自分はゆくゆくはその DS なしの方の 85mm f1.2 を買おうかなと。サイズはね、DS なしも DS ありも変わらないですよね。最大径が 103.2mm で、高さが 117.3mm、 重さも 1195g なので DS なしと、全く一緒です。ただ価格が、37万なんですよね。 DS ありが37万なんで、 DS なしが 29.1 万円なので、だいたい8万円の差です。結構大きいですよね。自分はね値段関係なく85の DS なしを買おうかなと思ってます。これはねもう完全に好みの問題だと思います。どっちがいい悪いとかじゃなくて、ただの好みの問題だと思います。続きまして、前回もお話しさせてもらった RF50mm の F1.2 ですね。自分が買う予定であるレンズではあるんですけど、まあ、50mm ね、すごい好きな焦点距離なレンズなんですけど、とりあえずのね一本としてはもってこいの焦点距離じゃないかなと思います。でね、描写ねやっぱ美しかったですね。良かったですね。 AF もねある程度早かったですね。早くね R5 で試してみたいですね。しかしねこれもねでかいんですよね。 EF のね50の F1.2 はね小デブっていう感じはしたんですよね。この 85mm の F1.2、 これも結構デブじゃないですか。これよりも一回りちっちゃいサイズのレンズが50の F1.2 なんですけど、小デブちゃんっていう感じのレンズだったんですけど、こっちの RF はデザインはねすごいスマートになってるんですけど、とにかくでかいですね。と前玉もねちっちゃい感じがしました。なんかもうちょっとレンズバーンって出てくるのかなと思ったら、なんかねこんな感じです。 EF の100の一発 IS みたいな、こういう感じのちょっと径がちっちゃいような前玉になってました。はい、でサイズが最大径が 89.8mm×108mm ですね。重さが 950g なんで、2470よりもねちょっと重たいんですよね。大きさもちょっとあれかな、2470と同じぐらいかな。 RF の2470よりもちょっと大きいんですよね。で値段が価格 .com で24万という感じですね。 RF50 に関してはねこんな感じですという感じで、触らせてもらったレンズは以上なんですけど、まあ他にも触ってないんですけど、1535ですね。1535の F28 の IS 付き、これは28通しの、ね、ワイドズームですね。このレンズがね、さっきも言いましたけど、2470とねデザインがねそっくりなんですよね。もうちょっとねデザイン変えてあげた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、2470も1535も買う人はちょっとそこら辺気をつけた方がいいと思います。暗闇でねレンズを付け替えるシチュエーションではねちょっと間違える可能性あるんで、そこら辺気をつけてください。でサイズが最大径が 88.5mm で、高さが 126.8mm、 重さが 840g ですね。で値段が25万ということになってます。であとこれもね触ってないんですけど、70-200ですね、F28 の IS 付き、これはねすごいサイズちっちゃかったですね。すごいコンパクトに作られてるなっていう印象です。サイズが最大径が 89.9mm×高さが 146mm になってて、重さもね 1070g なんですよね。 EF マウントの70-200と比べてもねだいぶ軽くコンパクトに、作られてます。ここら辺のね望遠ズーム好きな方は買いだと思いますね。性能はねちょっと触ってないんですけどね。値段が 27.5 万円ということですね。はい、でこっからはね個人的に菱田の今後のレンズの運用予定なんですけど、そこら辺のお話をしていきたいと思います。 50mm はねもう即買いしようと思ってます。2470と 85mm に関してはゆくゆくね、買っていこうと思います。あと他はねもう EF レンズで運用していこうかなというふうに思ってます。マウントアダプターですね。コントロールリング付きのマウントアダプターを介して EF レンズね使っていこうと思います。で他の常用は100マクロ135、
中望遠レンズですねと、16-35 とあと常用とは言えないぐらいあんまり使ってないのが70-200ですね、望遠ズームなんですけど、そこら辺のレンズですねは EF のまま運用していこうかなと思ってます。はい、100マクロはね現状 RF マウントではね出てないんですよね。60マクロは出てるのかな、ちょっと記憶が定かじゃないですけど、描写はねすごい気に入ってるのでこの子ね、なんで現状維持で使っていこうかなと思います。で物撮りでね使ってるのでそんなね AF の速さとかもね必要ないですし、で IS もついてるので気に入ってるレンズなんでもう現状維持で使っていこうかなと思います。続いてこの 135mm もねこれね結構ね大好きなレンズなんですね。中望遠レンズでね写りがねすごい気に入って使ってます。なんかねあの設計すごい古いんですよ。で写りもねちょっと古臭い感じがするんですけど、なんていうんですかねあの周辺原稿もちょっとしますし、ただなんかねフォーカス当たってるとこはすごいカリッとしますし、背景はねすごいトロッとねボケてくれるんで、個人的にすごい大好きな単焦点レンズなんで、この子は新しい135が出ても多分ずっと使っていこうと思ってるレンズですね。めっちゃ気に入ってるレンズです。ポジティブな意味で現状維持で使っていきたいレンズになってます。であと16-35の、ニッパチの2型ですね。これ現行品じゃないですよね。現行品は16-35のニッパチ3型が出てるんですけど、ワイドに関してはねそこの領域ねそんなに好きじゃないので、まあ、これは使えるまで使おうかなと思ってます。壊れてサポートが切れたら買い直していこうかなっていうぐらいにしか思ってません。仕事ではね十分使えるのでずっと使っていこうと思います。あと今日持ってきてないんですけど70-200もね持ってるんですよね。ニッパチの IS 付きの2型それもね現行品じゃないですよね。今多分3型出てるんですけどそれもね買い直してませんし、重たいは重たいんですよね。この RF レンズ RF の70-200に関してはすごい軽くなってるしコンパクトになってるんで、体力が落ちてくるこの年代なんで常用するんやったら即買い直すとは思うんですけど、まあ、現状ね防湿庫で眠ってるので、まあ、そのまま寝かしておいてあげようかなっていう風に思ってます。レンズね135まではあの焦点距離あるんで、それ以上の焦点距離が必要な時に70-200は持ち出すレンズなんですけど、現状の仕事の中ではそこまでの焦点距離が必要かって言ったらそこまで必要じゃないですね。ファッションショーを撮影する時ぐらいですかね、望遠のズーム使うっていうのは。ブライダルやってたらね70-200はね必須なんでよく使ってたんですけど、ブライダルもね現状そんなに撮影してないので個人的には買い直す必要のない焦点距離になってます。もちろんねファッションでね70-200大好きで使ってる方いてますけど、自分はあの単焦点派なので50-85-135あたりを買えば70-200は買い直す必要ないかなと思ってます。はい、なんでねここら辺に関してはもう現状維持というかマウントアダプターを使って EF レンズをサポートがね切れるまで使っていこうかなと思います。はい、で今日ねあの RF レンズをね触った印象なんですけど、とにかくね高いっていうのとでかいっていうのと重たいっていうので、なんかせっかくのそのミラーレスのボディねコンパクトに作れる優位性をなんかもう全てを覆すぐらい あのでっかいレンズをキヤノンはね出してきてるんで、まあそれぐらい本気っていうことですかね。妥協しない作りを目指したらそういう大きさになってきてしまったっていうところはあるとは思うんですけど、まあ、なんせカメラバッグもねあの小さいカメラバッグを買ったんですよね。そうミラーレス機に移行するのを想定して、はい、シンクタンクのエアポートナビゲーターっていうわりかしコンパクトなローリングのバッグなんですけど、これはねミラーレス移行するからっていう理由でちょっとコンパクトめなカメラバッグを買ったんですけど、多分そこら辺の EF マウントのねレンズを揃えていったらこんなんじゃね全然レンズ入りきらんと思いますね。でそこら辺もね要注意というか大きめのカメラバッグがね必要になってくると思います。ちなみに2405とかはねちょっと眼中にございませんので触ってこなかったです。あの見向きもしませんでした。はい、という感じで今日は EF レンズのお話をさせていただきました。今日ですね7月6日なんですよね。で3日後にキヤノンからね大きなプレゼンテーション、発表がねあるみたいなんですけど、間違いなく R5 と R6 のお話にはなってくるとは思うんですけど、今日あの CPS 行ったんですけど情報全然教えてくれませんでしたし、キヤノンのねサロン行っても全然お姉さんたちねもうツーンっていう感じで全然私知りませんよっていう感じで情報はね全然聞き出せませんでした。はい、それでは今回の動画は以上になります。それではさようなら。